きます。はい、中山です。はい、カリコーチです。はい、夏もですね、近づいてきて、はい、夏といえばこの大会ですよ。はい、キーパーバトルです。イエイ。わー、子供たちに頑張って GK 楽しんでもらいたいです。そうでしょ。だからね、それね、僕ちょっと企画してまして、これ大事なことね、全国大会やります。キーパーバトルを8月11日にね、福岡大会やります。はいはい、他のね、各地方のね大会っていうのは、うん、改めて、お知らせをしますけど、まずですね、はい、福岡大会8月11日にあります、行います。まずどんな風なキーパーバトルって大会なのかっていうのを分かってもらうために、はいはい、私と光コーチがね、ちょっと対戦してみようかなと。キーパーバトルの距離感とかいろんな説明もしながらね、はい、最後ちょっと対戦したいなと思いますんでね、はい、ちょっとキーパーバトル体感したイメージで一緒にね、はい、見ていってもらえたらなと思いますんで、はい、頑張りましょう。おっ、あーけん、あー、チャンス、あー、取れた、チャンスだった。おー、スローも何でもいいんですよ、枠だったら。わー、ラッキー。この幅は22メーターです。各グループを戦ってもらいます。ポジショニング、ポジショニング、ポジション、ポジション。例えばあちら側からシュートを打たれるんですけど、まあ、例えば入れられたりとか弾いたりとかしても、もうこっちの次キーパーボールです。諦めない、諦めちゃダメだよ、諦めたら。うわー、まずい。投げてもいい。イエーイ。攻撃する時なんですけど、こちらのゴールキーパーはゴールエリアよりも前で蹴ってはダメです。内側だったらどこでも構いません。角度変えても何でもいいです。足で蹴ろうが、手で投げようが、手で持って蹴ろうが、何でもいいです。頑張って。おー、ナイスキル。おー、キーパーが例えばキーパーしてて弾きました。センターラインを越えて弾かれた場合は、攻撃のキーパー唯一前に出ていいです。このゴールエリアを関係なく出てシュートを打っていいんですけど、ダイレクト、いわゆるワンタッチで打つことが条件です。弾いた時にセンターラインを越えなかった場合は越えれません、うん、はい、なのでこれを気をつけてください。お、始まります。5、4、3、2、1、スタート。うわっ、うわっ、よし、私、はいはい。やべ、広いってやっぱ、あ、やばい、やっぱ広いって、あ、こっち全然入る線もこれ、うわっ。やばい、やべえよこれ、こっからやる。うわうわっ。6秒以内に蹴りなければ。おい、ナイスキュー。いいよ。あ、
やばい。引き上げ取るだな。あ、やばいやばいやばい。Yeah.
い、終わりです。3、2、俺からでいいの？1、スタート、よし、やばこれ大事だよね。できんだ。3分あるからね、6秒以内だったらいいのよ。あやっべいやでっけえ、てか入っとってでかいんだから。わあ、芝動ける動けるようにしたい。ああやばい。だって。あ、来た。うわ。あ、やばかった今。ダイブだけね。ああ。よし。勝ちましたね。はぁ、動いた、久しぶりに。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。キーパーバトルやりましたけど、まあ前半言ってますけど、はい、最後、まあ本気のあれで 3-0 ということで完封勝利ということで、おかしいですね。はい、まあ光コーチの方がゴールがね、狭いんで、少年ゴールなんで、はい、少年ゴールはやっぱ入らんけど、今回の福岡大会は未来フィールドでやるんですけど、うん、はい、実際のこのでかいゴールになります、はい、初めて福岡大会で。そうですね、今まではフットサルゴールをつなげてたんですけど、うん、大ゴールになると全然違う。やっぱ大人の部は大ゴールです。そう、少年はもちろん少年だけど、少年は少年で、中学生はフットサル2台でいきます、はいはい、っていう感じにはなりますんで、はい、まあ、分かってもらったと思うんですけど、エキサイティングです。合ってる？エキサイティングです。合ってます。いやいや、マジで止めるのがやっぱ一番楽しいから、永遠にその止める楽しみを味わえる、プラスやっぱ最近みんなキックキック言うじゃないですか、そのキックの精度とか、醍醐味ですよね、サッカーの醍醐味をね、はい、味わえるっていうか。そうです、いいとこ取りしてますんで、キーパーバトル、まあぜひこの戦い参考にしていただいて、うん、7月の初旬から申し込みと受付開始になります、はい、これも福岡大会はいつも小学生、うん、中学生、そして高校生以上の大人なんですけれども、はい、即埋まってますんで、もう1週間以内に埋まっちゃいます。即埋まっちゃうんで、はい、もう皆さんぜひですね、このキーパーがね主役の大会ですから、はい、新しくね作ったゴールキーパーのためのグラウンドで一緒にやれたらなと思います。はい、県外からもぜひ。あ、そうね、県外からもガンガン来ますんで、この前神奈川とかから来てましたよね。来ましたからね、うん、まあ、自分の腕試しと思って、はい、
あのいろんな楽しいイベントもね、あの考えてますので、はい、ぜひあのお会いできることね楽しみにしておりますので、はい、ぜひ来られてください、はいはい、じゃあぜひあのこのキーパーバトルの件でコメントとかね、うん、いただけたら嬉しいです、はいはい、ではこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録といいねお願いします。